信楽窯業技術試験場の一室。かつてはこの部屋には資料が収められていましたが、今はネスト滋賀と名付け、滋賀でものづくりを行う作り手の皆さんが自らの商品を持って集い、表現したい見せ方や空間デザインを学ぶ場になっております。今日のイチオシはものづくりの作り手と使い手がつながる定番店。ネスト滋賀で作り手の皆さんが学んだことを発揮する場、定番店。これまでに7回東京で開催されていましたが、今回地元滋賀の皆さんにも知ってもらおうと、県庁内にある県民サロンで初開催しました。やっぱり信楽焼でそこ陶器だけになっちゃって、なかなかこう伝え方が難しくって、使い手の方ですね、使い手の方と、こういう場で接して、お話をさせていただいて、どうしていけばもっと使いやすい道具になるんだろうとかね。で、今はもう滋賀県の中でもそのものづくりの地場産業の方々と一緒になって、もういろんなその横に広いこう異業種の交流をしながら、新たなその使い方とかを模索しながら、なんかそういうものが作れたらなっていうふうには思ってます。信楽を中心に始まった取り組みも、今では地域や業種を超えた作り手が参加し、どん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 パワーアップ。土が軽くなるとかって、そういうのも定番店で出会って開発も始めたことなので、それはすごく本当にありがたいです。自分自身の本当にブラッシュアップっていうのはすごく勉強になりました。お茶室に掛け軸を納めさせてもらうっていうお話があった時に、僕の賞ばっかりガンっていうのってダメなんですよね。やっぱり人が入って賞があってお花があって初めて成立するので。でもまさしくその定番店ってそういうことなんですよね。自分のばっかりっていう感じじゃなくって、それぞれが引き立つようにやっぱりトータルで演出しながらやっていくっていうことなのかなと思うので。作り手と使い手だけではなく、作り手同士のつながりの場にもなっているんやな。そもそも県民サロンってこんな真っ白な空間やったっけ？こだわりというか、やっぱり自分らしさを作るために、やっぱりこう自分たちが一からその空間を作って、でそこに物を置く。でやっぱり自分たちがそのどういうターゲット、どういう人らにどういう雰囲気のところで使ってもらいたいかっていうのを分かってもらうために、一から全て手作りでやってます。商品の見せ方は空間で決まる。こういった空間で使い手とつながることは、ものづくりのブラッシュアップには欠かせないっちゅうことなんですかね。ものだけじゃなくて、その空間っていうのも大事だと思うんで、やっぱりこういう空間に来てもらって、で体感してもらって、でいろいろこう伝え合い、こう答えをもらいながら、まあ、そういう中で新しいものが生まれたらなって思ってます。ものだけ、人だけ、地域だけ、歴史だけじゃなく、それぞれがうまくつながり、長く愛される定番商品が育っていくことを願っていますよ。皆さんもメイドイン滋賀に触れて、地域をもっと元気にしましょう。さあ今日はこの辺でお後がよろしいようで。滋賀のイチオシ。